チキー。こんにちは、コッキー B のこうちゃんです。グッドボタン押してね。チャンネル登録もお願いします。今日はギガントキシリオを作りたいと思います。ギガントキシリオはフラミーゴとスピノサンダーとレッドリューソウルが合体するもの。じゃあ作っていこうか。もう完全にマスターした。レッドリューソール。これで、まずはこの状態。ベースはキシリュウオウなんよね。ギガントキシリュウオウというだけあって。ティラノの顔は使う。まず、トサカを動かして、口をここまで回す。穴があるやん。普通こうなるよ。スピノサンダー作るときやね。だってこれがはまるけん。だけど今度は口が1、2、3、4回回って右腕にはめる。で、ここにつける。今度は左腕のテラミーゴの顔、ドリル、キャノン、ドリル、こうで左腕につける。真ん中のキャノンを出っ張りにつける。これで腕は完成。次、肩いくよ。肩はディメボルケーンの斜めのところを稲妻が内側に見えるようにつけるよね。ハットか見せて。内側でハット。結婚者の正解ということ。じゃあ次、足か。これ右足や。モサレックス？モサレックスの右足をこれ。ガーンって倒す。倒して右足につける。今度はヒレを回す。同じようにつける。回す。これで足完成。今度はまだ
次も足ね。これをどうでもいいんやけど横にする。で、はめる。ほら、あとはお腹。これ開いて、あれ、ジムブル剣の アーマーをくっつける。スプラトゥーンのバケツのところみたいで立てる。ここにつける。完成。これで完成。うん。あ、じゃあもうディメボルケーノの頭、背びれ、アンモナックルスと尻尾は使わんのやね。使わんパーツもあるんじゃん。うん。けどね、こうちゃんやったらね、こうするじゃん。で、こう、あとこれをのけて、これ刺して。ブレードやん。これもかっこいいね。公式設定には搭載されてない武器。うん。これはね、これ槍としてシュッていくようにこうちゃんはした。こういうね、付け加えみたいな感じもね、面白い。ま、ボル系のブレード。ボル系の土の子じゃないんこれ。いや、土の子じゃないの。なんかボル系の土の子じゃん。いや、これはモグラみたいな感じ。土に、やけ土の子やん。土に入るときはこうしてブーンって入っていってから、今度は上にブーンって上がっていって、分離したらね、今度はこのままファイヤーで土を燃やして、で、そのまま相手にガシガシガシで自動で攻撃してくれる。完成。ギガント騎士竜王、顔はこんな感じです。ディメボルケーノの謎のパーツがくっついたね、ついに。うん、イエン重装がてや、シュガシシュン。竜ソウルの口の部分だけが見えるようになっています。肩にはディメボルケーノのキャノン、右腕にはモサレックスの顔、左腕にはドリルとキャノンとドリルとジェラミーゴ、膝にはモサレックスの爪、足はモサレックスの足。後ろから見たらこんな感じです。すごいいかついよ。だけど手を前に出そうとすると、出しにくい。モサレックスの方はどうかわからん。通り抜ける。これ強そう。やられたら食べられる。ぐーん。こうちゃんは今度オリジナルを作ってみたいと思います。全部の騎士竜使う？その時、うん、全て。この前ね、こうちゃんね、モサレックスが発売される前の日にディメボル系のすごいやつと、そのね、テラミー、あの騎士竜王にいろんなのが取り付いとったの。すごいの作っ
たよ、こいつ。どんだけ大きくなるかわからないけど、次の動画もお楽しみに。バイバーイ。見て、こうちゃんの背に追いついてきようよ。チャンネル登録はここです。他のおすすめ動画もここに載せておきます。こうき TV をまた見てね。バイバーイ。イエー。